こんにちは、パールです。ご視聴ありがとうございます。今回は、ナイトツーリング兼ねて、川越氷川神社の、期間限定イベント、縁結び風鈴を見に行きました。しかしながら、地元の道は、街灯少ないし、何しろ、CRM50 は、バッテリーレスなので、ヘッドライトが暗いですね。氷川神社は、思い入れがある、神社なのです。なぜかと、言うと、私の若かりし頃に、挙式と、披露宴を開催した場所なのです。その頃には、このようなイベントはありませんでした。若かりし頃の、挙式、披露宴の思い出としては、とても素敵な場所でしたが、私の満を期した、袴姿を見て、親戚に、素敵な、七五三だね、と冷やかされた思い出があります。
Thank you.